私はもう選抜にこだわって、6枚目はほんとへこみましたね。すごい仲が良く、同い年の白石と橋本と松村、その3人がフロントにバッて立った時はやっぱり、なんか、来ましたね。娘のミサは誰よりも私のことを知っているし、私もミサのことを誰よりも知っていると思う。もう開いてしまってる穴をどうやってこう詰めていけば、私は乃木坂に必要なメンバーになれるのか。この時期、ミサからいろんなことを聞かれた。私はなんで選抜に選ばれないの？私に何が足りないの？ママ、私の悪いところって何？そんなに悩まなくていい、としか、私は答えられなかった。ミサは4歳の時、生死をさまようほどの重い病気を患った。友達と遊ぶこともできなかった。治療は長引いたが、8歳の頃には縄跳びができるまで回復した。私はミサが生きているだけで幸せだ。だから選抜に入れない、そんなこと気にするな、としか言えない。江藤美沙。初期の頃は自分のために活動してたんですけど、まあ、選抜に入ってからは本当にすごい考え方が180度変わって、その誰かのために頑張ろうっていうか。私は元気で美沙らしくしていてくれればそれでいいと思っている。正直、ミサは乃木坂にとって少しの力にしかならないかもしれない。でも、ミサ自身は乃木坂が大好き。乃木坂愛がすごい。地元の大分の人にも、乃木坂のことを知ってほしいという目標もある。4年経った成長した私たちを見てほしいし、なんか皆さんの想像を超えたい。私は願う。大好きな乃木坂で、自分の気が済むまで青春を謳歌してほしい。